はい、どうもこんにちは、はるです。はい、今回もモッドを使ってなんかちょっと面白い企画やっていこうと思います。はい、今回やるのはですね、もう僕の代表作と言っていいんじゃないかな、メテオモッドです。はい、あのメテオモッドあるじゃないですか、あの村潰したやつね。で、あれでさ、あれ使ったらエンダードラゴン余裕なんじゃないかなと思って、あのほら飛んでるけどさ、飛んでるから弓で撃とうとしてもこうなんていうの、横からの運動に対してこの直角の運動、あもうごめん、もう何でもない要するになんか上から降り注ぐからなんかもうボコれるんじゃないかと思って、というわけでやっていきましょう。じゃあとりあえずエンドポータルね、もうなんかこの作業も慣れたな。もう俺なんかエンドラいじめすぎな気がするな多分 YouTuber の中で一番エンドラをいじめてると思う。それじゃあ まずポータル作って、はい、というわけで、できました。エンドポータルです。じゃあ、まあとりあえずね、まあこれはもういらないのでプーンしましょう。あやばいやばい、俺のネタ帳がネタ帳が見えちゃったまあいいや。じゃあとりあえず隕石ね、隕石、はいはい、隕石どこですかね。あったー、来たー、懐かしいこの形懐かしい。ここの説明をめんどくさくて視聴者にググれかっつったらめっちゃ叩かれたやつ、懐かしい懐かしいな。というわけで、じゃあこれかな、なんだっけ、俺が紹介してた一般的な隕石ってどれだっけな。ああー、壊しちゃったあ、これすげえ下って透けてるんだ。いや、はい、とりあえずほい。まあとりあえずプーンして、これだっけ普通の隕石。インカミングメテオン、懐かしいこの表記。お、来た来た来た、相変わらずちっちゃいなお前。あ、これなんかちげえな、これなんこれか、あこれかな、あこれか、あチェスト入ってる、わーすげえいやでもそんな今こんな真面目にモッドを楽しんでる場合じゃない。あこれだな多分、うん、あのクリーパー発生しちゃうんだけど、このエイリアンクリーパーね、発生しちゃうんだけど、確かこの前俺が使ってたのこの紫色のやつなので、ちょっと今回これ使います。というわけで他はみんな瀬戸康史で、はい、よっしゃ行きましょう。おいっ、おっと、中に出ま、ん、中じゃない、なかなか外外、いい感じ、よし、じゃあやっていこう。エンダードラゴンどこだ、とりあえずエンドラはどこだ。あ、今回あのなんかいろいろめんどくさいんでクリエイティブで、とりあえずあのガチマッチとかじゃなくて普通にボコる題材ということで、とりあえずあのクリエイティブを使わせてもらいます。てかそもそもエンドに隕石降るのか心配になってきた。お、降った、おおすげえ、おお、ちょっとじゃあとりあえずこれ破壊してみよう。さあ果たして隕石で破壊できるのかっていうところが若干心配なんだけど、お破壊できた、お破壊できてる、オッケー、よっしゃこれでもうボコっていきましょう。おらら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 、こんなんで当たるかな、当たるかなこんなんでおらららららら、うおーすごいすごいすごいおー、なるほどなるほどなるほど、お、どん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 降ってくる。はい、じゃあとりあえずあのこのクリスタル壊して、クリスタル、これエンドラ当たんねえかな。あ、エンドラ当たった、今当たったんでね、あそんなことねえか、今のはクリスタルの破壊のあれか、ダメージか。よし、じゃあどん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 クリスタルをねとりあえず破壊していきましょう。そんで、エンドラはあっちか、エンダードラゴンに当たんねえかなこれあれかな、もしかして途中でモブに当たってもすり抜けちゃう感じかな、そしたらもう完全にお蔵入りなんだけどさどうしよう。でもこれもしかして隕石だとダメージ受けないのかな、だとしたらもうお蔵入りだなお蔵入りだな。あーでもなんかもうあれだな、これ隕石だとダメージ受けないっぽいな、どうしようかな、どうしようかなこの企画おらおら、うん、完全にこれダメージ受けてないな、どうしよう。うん、これエンダードラゴンにはメテオでダメージが入らないことが分かったので、じゃあこのメテオモッドで手に入るこの辺でボコりますオッケー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 、オラ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 
もなんか絵面的にはなんかかっこいいぞ今気づいたけど絵面的にはなんかかっこいい。あ、クリーパー飛び降りた。あ、死んだ。で、なんかただの剣でボコる動画になってるけど大丈夫かな。まあ絵面的には多分大丈夫だけど、攻撃力プラス6っていう。お、もうちょいもうちょいもうちょい、あとあと1発。あー、うわー、死ねー死ねー、この卵で死ねったんだからそっち行くな。うおーだ、よーし、さあ今だ今だ、隕石を降らせろ、隕石を、絵面的に絵面的に隕石を降らせろ、隕石で隕石で倒した感を出せ。お前らポータルに何の恨みがあんだよいやー、すごい企画でしたね。